走りの学校、小田圭一です。20日市サンブレイズさんというですね、女子野球のチームからオファーをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。選手の皆様に今日走り革命理論をお伝えさせていただきたいと思います。今日ちなみに体育館そうですね、でやるってことなんですけど、はい、広さは必要ないんですか？これぐらいで十分です。このぐらいで十分。で雨の日とかでも、はい、体育館とか廊下でやる練習でも使える。使えます。なるほどなるほど。で今日はね、特に足を空中で入れ替えるっていうのは絶対に必要なものなんです。ぜひ皆さん一緒にやってください。それでは今日も楽しく走りを学んでいきましょう。バモス20日市サンブレイ。足は速くなりたいですか？はい、おー素晴らしい。これがなかったらもう成立しないですから。で僕もね、同じ気持ちで今もいるんですけど、僕はジャマイカに行きました。でジャマイカに行って世界一才能があると言われているウサイン・ボルトさんと練習をして、大人になってから 100m のタイムが3ヶ月間で1秒間縮まったっていう経験があったんですよ。その時に速い人と練習したから速くなったんじゃなくて、走り方を変えたから速くなったんです。僕たちはですね、2つの走り方があるというふうにお伝えしています。日本語では走るって1つだけじゃないですか。でも英語ではマラソンのランニングと短距離のスプリントっていう言葉があります。で、スプリントとランニングって走り方が全然違うんです。僕たちが最初からできる走りっていうのはランニングなんです。ランニングで走っていると地面に足がついている時間が長くなっちゃうんで、 100m でいうと男子でいうと大体11秒中盤ぐらいが限度だと僕たちは考えてます。例えばプロ野球選手とかプロサッカー選手とかですごく足が速い選手で、ランニングで走っている選手が大体それぐらいです。ただスプリントテクニックを学んでる人だと中学生でも10秒台で走ることができるんですね。でそれぐらいランニングとスプリントって走り方と出る速度が違うんです。でその中でスプリントっていうのは地面に足をついた時に反対側の足の位置がまずすごい大事だと言われています。でなんでかっていうと、歩く時って前に足をつきますよね。この延長での走りがランニングなんですけど、足を前についた時に後ろ側の足が後ろにあったら、この足が前の足を超えるまで軸足っていうのは地面から離れることができませんよね。つまりここからここまでの地面についてる時間がかかっちゃうんです。ちょっと問題らしいですか。塁間までじゃあ 27m あるとします。仮に 27m 10歩で走るとしましょう。その10歩のうち1歩が1秒間地面についてる人が10歩走るのと、 0.1 秒間しか地面につかない人が10歩走るのっていうのは、10歩をどっちが短い時間で走れそうですか？ですよね。そうなんですよ。でもね、これ確かに長く地面についてた方がなんか強く押せる気ってするじゃないですか。でこれも実は正しいんですよ。ただ速度が遅いスタートダッシュの時、例えば盗塁のスタートとかっていうのはある程度長い時間地面を押すっていうことも正解なんですね。でも長く押してると押してる感覚っていうのがあるんですよ。押してる感覚があるんで、そっちの方が速く走れているっていう感じがするっていうのがこれあるんです。ただ今みたいにじゃあ10歩を1秒間地面につくのと 0.1 秒間っていうふうに考えたら、もうそのまま短い方が速いっていうのは分かりますよね。自分の力を入れてるっていう感覚と実際物理的な方面からの考えるこのズレっていうのが、速いランニングで走ろうとすることの一つのね、すごい大きな原因となっていることですし、多くの方がここね、もしかしたら誤解をしているとこかもしれません。なので一歩にかかる時間っていうのは短い方がいいんですよ。足が地面についた時っていうのは反対の足はもう前にと、前にあるとすぐに後ろの足が離れる準備ができますよね。なのでまずこのポジション、これ僕たちはベースポジションと呼んでるんですけど、これを練習してみましょう。20日1サムレイ。じゃあ右足を皆さん上げてください。まずあ、いいですよ、足上げバッチリ。じゃあ今度ポイントなんですけど、皆さんおへそをちょっと触ってみてください。おへその延長線上に手を置いてください。ここまで膝を上げてください。自分の手を押すようにしてください。でそう、この時に絶対に反らないように、で膝が曲がらないように、膝まっすぐ、頭、耳からかかとまでまっすぐ、この状態でおへそまで足を上げる。この姿勢取れますか？もう一回、もう一回、そうですね、膝まっすぐ、バッチリです。この時にしっかりと手をグーッと押すと、軸足のお尻、このお尻にギュッて力が入ります。皆さんお尻のこの上の部分とこの膝を触って、力が入るとお尻にギュッと力が入るか確かめてみてください。そういう方じゃあ10秒間聞いていきます。よーい、
そうそう、いいっすよ。そう、バッチリです。さん、お尻をグッと触る。あ、もっともっともっとも、おへそじゃない。そう、もっと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 、膝まっすぐ入れます。そうそうそう、いいですよ。で、この時に膝をしっかりとキュッと閉じるように。膝が開いちゃうと前の足をついちゃうことになるんですよ。バッチリです。もう、すいません、僕がこっちの間にこう支えるのやめてください。 OK です。まずこれがファーストステップです。ベースポジションで、なおかつそこに力を入れる。これすごい大事です。次にここから僕がポンって鳴らしたら、この形に反対側になれますか。ちょっと20秒練習してみましょう。そうそう、止まる。逆です。今空中スイッチという種目をやっていただいたんですけど、何名かいらっしゃったんですけど、ついた瞬間にほら、ここにある。実際に前に走ると足がどんどん遅れてきます。そうすると結果的に地面に足がついてる時間が長くなっちゃうんです。なのでポンってやったら常に上にあることを意識して10回やってみましょう。で、これ全体責任という文化があると思います。これは全員が止まったら次に行くというですね、よくない文化だね。変えていこう。これを最後に変えていきましょう。じゃあいきますよ。じゃあまず右足上げてください。いきますよ。1止まる。空中で止まる。早くなくていいんで、上で止まります。まず見てください。2ドン、止まる。いいですよ。膝開かないですよ。3これ手支えのなし。これしっかりね、止まれてるってことは重心の真下に足がつけてるってことなんですよ。重心の真下につくっていう技術が速く走るためには非常に大事なんです。じゃあ次いきますよ。次はここから僕はトンとやったら、この右足をバウンドさせてドンドン。じゃあ一回練習してみましょう。ドンドン、いいっすね。速さよりも強さです。いいっすね。あ、いい質問くださいました。今ね、いい質問くださいました。ちょっともう言って差し上げてください。強いとは何ですか？はい、来ました。強い説って何か、これすごい大事なんですけど、強くつこうとすると普通人間ってこうやってつきたくなるんですよ。で、こっちの方が強くつけるんですよ。例えば構えて強く踏ん張るとかって重心を下げるじゃないですか。強く踏んで足の力で押した方が強さを感じるんですね。たださっきお伝えした通り、地面についてる時間を短くしないといけない。強くつこうとして重心を下げて足の力でついたら、足が曲がってから伸びきるまでは地面から足が離れられませんよね。ここで矛盾が発生します。強くつかないといけないのに足を曲げられない、どうするんですか。そうなんです。これどういうことかっていうと、自分の体重が僕たちが持っているエネルギーなんです。足を棒にして、その自分の体重を使うと重さがここに加わるんですよ。これってすごい力ですよね。体重を加えるために必要なのは、自分の重心の横に地面につくのと真下につくのは、どっちが自分の体重の重さが加わりますか。真下ですかね。そうなんです。素晴らしい。なので速く走るために自分の重心の真下につくっていうのは、体重を使うという観点からも、設置時間を長くしてしまうっていうことの観点からも重要なことなんですね。これを皆さんやってみましょう。1 2 いいですね。3いい感じですよ。シュッドンドン。9もっともっともっと。10止まる。全体的に OK。 どのあたりがきついですか。これね、ちょっと皆さん、皆さんこの辺がきついというふうに言ってくださってるんですけど、足の力が使えなかったら、この弾む力と引き上げる力を使うしかないんですよ。それを自動的に鍛えることができ、なおかつ重心の真下にですね、足をつくことができる練習、素晴らしいと思いませんか。素晴らしい。じゃあ次いきますよ。次はなんと2回いきます。ドンドンドン。これを10セットいきます。いきます。1止まる。
逆足でいいぞ。ギリギリ。止まる。さあ。止まる。でもいいですよ、いいですよ、いいですよ。初開始サンブレー。今のがスプリントに必要な空中スイッチです。まさに二塁打三塁打はこの連続で走ってるんです。そんなイメージないですよね。絶対速くなります。今までそういった意識がなかった方はもう絶対速くなる。でそれをこれからやっていくんですけども、まず最初にスリーホップチェンジってもらっていくんですけど、ここから1、2、3、1、2、3で3回目で高く弾んで足を入れ替える。これをちょっと練習してみてください。散歩で1本回くらいでいいですよ。いいですね。伸びてきてる。強く設置してその足を戻すっていう、これが大事なんです。じゃあまず僕のデモンストレーション見てくださいね。1、2、3、1、2、3、1、2、3で3で前に進む。で最初の1個だけがこのハードルを越えます。でここでポイントがあります。問題です。ここからここに入れ替える、この靴が動いた距離と前に移動して足を入れ替える、この靴が動いた距離、どちらが長いでしょうか。前。前ですよね。なんでですか。進んでるから。その通りです。つまり速く走るってことは同じ時間でより前に進むってことなんです。速く走れれば走れるほど上げるための能力がより求められるんです。でまず皆さんその場ではできました。今度はそれをちょっと前に進んでできるかやってみましょう。せーの、100点満点中6点6取れです。何がいいかっていうと、その場で片足立ちになるっていうのはすごくうまいです。これをね、いろんなスポーツ拝見してきたんですけど、片足立ちのうまさと股関節を使うっていうのはやっぱ野球選手ね、ピカイチなんですよ。ただ前に30センチ進んだ瞬間、足がね急に入れ替わらなくなってる。どうしました。これやったことがないからだけなんですね。こういう時はどうするかっていうと、とにかくついたらもうここまで、ついたら胸に上げるんだ、ついたら胸、そっちを意識してもう一本やってみましょう。せーの、1、2、3、1、2、3、1、2、3、急にできてる、急にできてる、素晴らしい。一気にジャンプアップしてます。97点。採点が甘い、いつもより。甘いですね。採点が甘い、ちょっと。女の子はちょっと甘くしてるかもしれない。でも、すごいいいです。何でもそうだと思うんですけど、どうすれば速くなるのかっていう、その仕様がすごい大事なんです。足の速さに関しては、ついた時にどれだけ強い反発を地面からもらえるか。そしてその反発をもらった足をどれだけ前に進められるかなんですね。進めるためには、今の、ついてから上げるっていうこの瞬間が非常に大事なんです。でこのついて上げるを意識して、次のメニュー行ってみましょう。初開始サンブレー。次にサイクリングっていう動きがあるんですけれども、寝た状態で練習してみましょう。そうすると習得がしやすくなります。トン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 、ダメなのはこれです。じゃなくて股関節から足を回していく。ちょっと一回練習しましょう。この時に一番下まで行った時につま先が出ないように。そうですそうですそうです。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、3、4、5、強い強い、 OK。 まずゆっくりできることがすごい大事です。次にこのスピードを速めていきます。じゃあ50回、オッケー。この
に頭がぶれないようにしてみましょう。走るときは頭をね、なかなかぶらすことができない。ぶれてしまうと力がね、伝わらないということがあるので、この時点でぶれないことが大事です。じゃあ次は、今の足の動きと先ほどまでやっていた空中スイッチ、これを組み合わせる種目、サイクリングオップをやっていきたいと思います。足を入れ替えながら回す。皆さん問題ですよ。空気が入っていないバスケットボール、こっちが空気がパンパンに入ったバスケットボールです。同じところから落とします。どっちが高く上がってきますか？正解です。これはね、最初皆さんが走っていたランニングの走り方っていうのは、かかとから地面についてるんですよ。これはバネの力が使えないんです。これで外れます。外れないですよね。かかとを浮かして弾む、どっちが外れますか？今かかと浮かした方が弾けやすいですよね。なのにほとんどの人がかかとから地面からつくんです。これはさっき皆さんがやった空中スイッチができないからなんです。でも皆さんもできますよね。じゃあここでより強く弾んでいただきたい。高い位置からかかとをつかないで強くつくと必ず跳ね返ってきます。ついて跳ね返し、ついて跳ね返し、ついて跳ね返し、その意識で動きを持ってやってみましょう。早めていきます。ペースを早めてより大きく動いてみましょう。いきます。だいぶいい感じです。次にこれを長くしていきます。さあ、広くなったということはどういうことですか？楽しくなった。そういうことです。楽しく、そして移動させる距離がより長くなります。じゃあより大きく足を回して、より強く地面に弾ませないといけません。じゃあやってみましょう。右足と左足の接地がアンバランスな方が結構いました。でそういう方は一気にタイムが縮まる可能性がね、すごく多く持ってます。伸びしろが素晴らしいです。均等にいけてる方っていうのは、その強さを早めていけば速くなります。で逆に均等にいけてない方、そのガクンってなっちゃう側のタイムしか出てないです。なんでそっちを強化すれば速くなります。じゃあ今度皆さん、もうちょっとスピード上げて走ってみましょう。じゃあ皆さん、今度はスピードを出していってみましょう。全力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 。いい感じです。 OK。 廿日市サンブレー、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。まだまだ慣れない動きだと思うんですけど、しっかりと弾んだ時の地面についてる音がすごい変わってきました。足をしっかり空中で入れ替える、そして強く弾む、この2つを意識してこれから走る練習に励んでみてください。はい。選手のね、方々の走りいかがでしたでしょうか？皆さんもこれを獲得していただけるはずです。チームで指導するときに、うん、今のってできてるのかな、できてないのかなってなかなか判断しにくい場合ってどうしたらいいですかね？その場スイッチの方、止まれてるかとか、おへそまでしっかりと足が上がってるかとか、そういったところを見ていただきたいですし、確認としてどなたかが YouTube を見ていただいて、そこに対してちょっと上がってないよ足がとか、そのためには反発をもらってあげてくださいっていう、この動画でもですね、ヒントをたくさん
お伝えさせていただいたと思います。なのでその声掛けをぜひ真似てみてください。そうすると必ずできるようにつながると思います。逆にただ足を上げてっていうだけじゃすごい難しいんですよ。そうすると上がる人と上がらない人が出てきます。なので今日動画の中でいくつもですねそれを達成するための声掛けだったり工夫があったと思うのでぜひそれをそのまま行ってみてください。それでは次の動画でも楽しく走りを学んでいきましょう。